古いサッカーファンの皆さんなら丸の内御三家という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。 J リーグが始まる前の日本サッカー界において、日本サッカー協会および日本サッカーリーグの意思決定に強い影響を持っていた3社、その3社とはジェフユナイテッド市原、千葉の前身の古川電工サッカー部、柏レイソルの前身の日立製作所サッカー部、浦和レッズの前身の三菱重工業サッカー部です。最近の日本代表監督なら岡田武は古川出身で、西野明は日立出身です。丸の内御三家とはいずれも東京都千代田区丸の内に本社を構えていたことに由来する協会内派閥、あるいは三社の出身者を指す俗称である。日本サッカー協会内部ではJリーグ発足以降も古川や三菱の出身者が要職を占めるケースが多く、日本サッカー協会会長はこれまで古川の川淵三郎、三菱の犬飼元明、古川の小倉淳二、三菱の第二国屋、古川の田島幸三と令和に入った現在も両者の出身者が続いている。派閥政治、スポンサーを含む金まみれのご都合人事と、とかく批判が多い田島会長の日本サッカー界における黒い歴史と今後について、公平な目で見るため海外での出来事、海外史の評価も交えつつ語っていきます。田島幸三とは、田島幸三会長は熊本県で生まれ東京都世田谷区で育ちます。サッカーの高みを求めて浦和南高校に越境通学、3年時にキャプテンとして高校選手権優勝を成し遂げます。現役時代のポジションはフォワードでした。しかし当時日本サッカー界はまだアマチュアであったために魅力を感じず、教員になるため筑波大学に入学した。大学4年の時には日韓戦の前座試合で大学選抜の日韓戦に出場した。そこで当時の日本代表監督下村幸男の目に留まり、日本代表に選出されます。日本代表国際フルマッチでは7試合に出場し1得点を挙げた。大学卒業後、日本サッカーリーグの古川電工サッカー部に所属。同期には学年では1学年上の岡田武らがいる。サッカーへのモチベーションも下降気味となった古川での3年目には大学院に通いながらプレーしたが、日本サッカーリーグの1982年シーズンを最後に古川電工を退社し、選手としても引退します。その後は当時の西ドイツに留学してサッカー指導者への道を歩み始めた。その一方で1993年から日本サッカー協会協会委員会委員になる。当時特に有名なのは1993年10月28日、日本代表が初となるワールドカップへの切符をロスタイムで逃したドーハの悲劇を衛星放送生中継の解説者として田島は岡田武と共に務めた。あまりの衝撃に2人がうなだれていたのを覚えているサッカーファンも多いのではないでしょうか。イラクに痛恨の引き分けに終わった後の映像で、岡田は悔しさのあまり言葉が出ない。しばらく黙った後、岡田は横の田島にお前喋れと手で合図していたという。岡田はあの後もう1試合、韓国北朝鮮の解説があったんだよ、そんなのやってられるか、田島あと頼んだぞって帰ったんだよと言って解説を放棄したとされる。なぜ会長になれたのか。ここで選手としても指導者としても経歴は平凡な田島がなぜサッカー協会のトップの会長になれたのかという疑問が湧いてくるだろう。その答えが元サッカー協会会長の犬飼元明のある雑誌のインタビューにある。僕が決定的に嫌だったのは、僕の次の会長のことも考えていかなきゃいけないと川淵さんに言ったら、田島しかありえないと言ったんです。僕はえ、あれは一番ダメですよと言った。基本的に方針がぶれるし、その場その場でいろんな人にいい顔をしているだけでアイデアもないし、2年間付き合ったけどサッカーに対する提案一つない、あれこそダメですと僕は言ったんです。そうしたら川淵さんはものすごく不満そうな顔をしてね、じゃあお前他にいるのかと聞くから外から呼んでこなきゃダメですと言ったら、もう次の日には僕がそう喋ったことを田島は知っていたんだよ。ああ、川淵さんと通じているんだなと思って。
犬飼はかなり田島に対して辛辣である。他にも彼のような人間をトップに据えてはいけない、同じ古川電工出身の川淵さんが田島を擁護していて、その庇護のもとに田島がやっているっていうのは協会内で知らない者はいないと発言している。当時犬飼が会長に推していたのが元日本代表監督の岡田武と噂され、これは歯に衣着せぬ犬飼目線の発言なので若干バイアスがかかっている感は否めない。しかしもう会長はじめ日本サッカー協会幹部は派閥を超えて日本サッカー界の発展のために寄与しなければならない時代に来ているのは確かだ。本来なら日本サッカー協会会長は協会内部で最もうまく立ち回った者がなれるポストというのではなく、最も優秀な人間がなるポストではないだろうか。その後岡田武は日本サッカー協会副会長を退任し、今治 FC の経営に専念した。恐怖人事。2016年1月31日会長選挙が臨時評議委員会で行われ、過半数を得た田島が原博美を破り当選した。そして田島が会長予定者となった。この時点で正式決定しないのは規定で新体制の第1回理事会を経る必要があるためである。しかし2月には早くも自分と会長の座を争った原博美を2階級降格。3月原とともに当時日本代表監督だったハリルホジッチの招聘に尽力した下田正宏技術委員長も降格させた。協会内の派閥政治の恐ろしさである。これ以降田島会長に逆らう者は誰もいなくなった。そして2018年3月には田島が会長に再任。4月7日会長の専権事項としてハリルホジッチ日本代表監督の契約解除を決断する。会見にて解任の理由を勝敗ではなく信頼関係と答え、 1% でも 2% でも勝つ可能性を求めるための結論。選手とのコミュニケーションや信頼関係が多少薄れてきたこと、そして今までの様々なことを総合的に評価してこの結論に達したとした。3月のベルギー遠征での人気選手の反乱が決め手となったことも示唆した。さらに日本サッカー協会を支える巨大スポンサーの影響も噂された。後任は9日の理事会にて操りやすい西野明技術委員長を新監督として任命された。ワールドカップロシア大会を目前に控えてハリルホジッチ解任は非常に重大な決断。ワールドカップイヤーの解任は他国で過去5度の例があるが、全てグループリーグ敗退に終わっている。ベスト16を逃した場合の自身の責任について問われると、田島会長は辞める辞めないを軽々に言うつもりはないと明言は避けたが、グループリーグ敗退は辞任に直結するのは明らかであった。ここまで森保監督以上にアンチが多く嫌われる田島会長の黒歴史を紐解いてきたが、スポンサーや選手の意見を取り入れ絶体絶命のピンチを何度もクリアしてきた男でもある。強運か実力か。2018ワールドカップロシア大会、田島に奇跡は起こった。西野明監督の交際杯、本田圭佑、香川真司、乾貴士ら反ハリルホリッチグループの意地の活躍によりベスト16を果たした。特に決勝トーナメントであと一歩まで追い詰めた当時 FIFA ランキング3位のベルギーとの死闘は類まれな好試合として世界中から絶賛された。ここまでとかく派閥スポンサーからの金の力と黒い噂も絶えなかった田島の判断が正しかったのは2022ワールドカップカタール大会でも証明される。大会直前までハリルホジッチが指揮をしたのがモロッコ代表だ。ハリルは有能な指導者である一方、自らの信念に合わない物事を一切受け入れない人物だ。やはりここでもモロッコ最大のスター選手であるハキム・ジエシュなど人気選手を代表から締め出し衝突した。4年前の日本を見習ったわけでもないが、モロッコサッカー協会は8月11日にハリル解任を発表した。その後ワールドカップ本番ではモロッコは快進撃を続け、アフリカ勢初のベスト4に進出した。モロッコメディアも4年前の日本の実例を挙げ称賛している。田島会長は今から思うと先見の明があったわけである。話は日本代表に戻そう。
田島の強運か実力かわからない決断は続く。2022ワールドカップカタール大会に向けても J リーグ3度の優勝を指揮し、満を持して日本代表監督に送り込んだはずの森保監督は就任以来強烈な批判にさらされ続けた。最重要のアジア最終予選では開幕3戦で1勝2敗と過去最悪のスタートを切り、批判はピークに達した。特に本拠地でオマーン相手に0対1と敗れ、まさかの2大会連続黒星発進。過去9勝3分けだった格下からの敗戦はフル出場した長友佑都もありえない敗戦と嘆くほどひどい内容の完敗だった。続く第2戦の敵地中国戦ではフォワードの大迫のゴールにより1対0で勝利するものの、2戦続けての低調な内容にネット上などからも批判が殺到する。これに対して田島はプレッシャーの中で勝ち点3を取ってくれた、信頼できる監督ということですと森保監督を擁護したが、この天然な発言は火に油を注ぐようなものだった。しかし一時は解任危機に追い込まれた森保監督を信じ続けたのも田島会長であった。文字通り首の皮一枚つながった本拠地でのオーストラリア戦の勝利から本来の実力を発揮し、破竹の6連勝でワールドカップの切符を獲得することになった。しかしほっとしたのもつかの間、田島森保体制にこれでもかという試練は続く。ワールドカップグループリーグの抽選の結果、そのグループには優勝を狙う強豪のドイツ、スペインがいる死の組に入ってしまったのだ。今回だけはいくら強運の田島会長でもダメだと思ったサッカーファンは多かったのではないでしょうか。奇跡はそんなに起こらないはずが、結果は違った。同じアジアのインドメディアは2022年のスポーツ界における最大の番狂わせ10選にセレクトし、2022年 FIFA ワールドカップは世界最大級のスポーツイベントの中で最も予測不可能な大会として記録されるだろう、そして日本が元世界チャンピオンのスペインとドイツを含むグループの首位に立ち、ドイツが2大会連続で1次リーグ敗退を喫したことほどこの点を強調しているものはないだろうと言及している。結果が全てのプロの世界。カタール大会での日本のワールドカップ7勝目はアジア勢最多となり、2大会連続のベスト16もアジア勢初。協会、監督批判派を黙らせた。田島体制はどこまで続くのか。去年の年末に2024年3月まで任期が続く4期目の田島会長は、森保監督と2026年ワールドカップまでの新たな契約を結んだことを発表した。契約延長を発表した直後の会見で田島会長は、日本の社会にも多大な影響を及ぼすような結果を残してくれた、このことは大きな評価です、まだ見ぬベスト8の新しい景色を見るためには続投していただくことが一番近道になるのではないかと力強く語った。年明けの2023年1月19日、元日本代表主将で協会理事の宮本恒康が2月1日付で協会ナンバー3の専務理事に就任することが決定したと発表した。宮本は引退後、国際サッカー連盟が運営する大学院 FIFA マスターでスポーツ関連の法律や経営学などを学び、古巣のガンバ大阪で監督も務めた。田島会長の長期政権は盤石のようにも見える。日本サッカー協会を滅ぼすとまで言われた田島会長、お隣の韓国は日本代表監督と日本サッカー協会をどう見ているのでしょうか。韓国紙はベスト16と目に見える結果を残しながらも責任を問われた韓国代表のベント監督について、韓国人には突出したリーダーシップを持った指導者はいなかった、韓国人でなければということがハンデとなり使い捨てにされてしまった、協会も世論に振り回され監督たちを守れなかったと指摘。その上で森保監督との契約を延長した日本との比較を展開した。お隣日本はどうだろう、彼らは2026年のワールドカップに向けて森保と契約延長をした、彼もベントと同様に数えきれないほどの批判を受けながらも堅実にチームを率いてきた、再信頼の理由は選手を一貫した方向に導き戦術を統一することに長けていたからだと世論に振り回されず監督を信じ守り切った日本サッカー協会を称賛する。皆さんは
森保監督以上に批判の絶えない田嶋会長をどう思いますか？よかったらコメント欄で教えてください。